はい、こんにちは、ブロディです。今日は翡翠爆粉レイドやっていきたいと思います。今回対策まだ何も調べてないんで、多分ね対策ポケモンを育てる羽目になると思うんですが、まあ、とりあえず一回見に行ってみますか。さあどうなる。まあ多分絶対倒せない。日本バレ、モニビ日本バレ、ラッキーヤコ、この俺技知らないんだ。わあやべ、ちょっとつえ。ラッキーヤコ、そんな技あるんだ。死ぬんじゃねこれ。死んだね、あ、無理だ。これは無理だね。とりあえず逃げますか。じゃあ、結局育てるしかないな。あ、どうする？対策考えないといけないな。育てますか、じゃあ。何でやるかだな。バウッツェル。あー、これ結構みんな言ってるよな。バウッツェル作るか。あ、でも、ハラバリーいけんのか。ハラバリーは持ってるけど。さあ、どうだ。無理だな。これどうする？バウッツェルでやったら簡単ですよ。ボディープレイスを覚えさせたら。らしいね。多分最終的にバウステルやるのが一番良さそうだな。これもう無理でしょ。これもう無理でしょ。てか俺、このハラバリで行ったら、ピさんに迷惑かけるだけだと思うんだけどな。一回やめます。じゃあとりあえず行ってみようや。今のところ、ウィッチでも YouTube でもバウステルにしろっていう声がでかい。いやーでもさっきのソロの感じを見ると、このハラバリ絶対役に立たねえだろ。あ、バウステルだ。俺だけハラバリごめん。俺これで勝てなかったら俺のせいじゃん、完全に。まあそしたらバウッテル育てるしかないよ。俺だけ対策してないけどいいのかこれ。あー浮いてる、俺だけ浮いてる。こんがりボディっていうの。あ、なんかいけそうだな。2人が強いな。これ終わるな。俺がどうこうじゃなくて周りの2人のバウッテル倒せるぞ。いいのかそれで。俺何時に来たの。いやこれ多分勝てると思うけど、俺がイリミナ。うわ、すげえ。なにこれ。バウッテル強すぎなんだけど。でも完全に視聴者さんのバウッテルがこいつをタコ殴ってる。あ、これ勝てるわ。あ、格闘なんだ。役にも立たず勝った。やった。ありがとう。勝ったわ。俺何もしてねえじゃん、これ。まあいいか。私何の努力もせずに、魂の力を借りて、勝ちました。ありがとう。あー、打ってる、作るか。このまま終わってもしょうがねえもんね。ありがとう。爆風、捕まりましたね。特製パッチ。なるほど。こんな感じです。どれ、見てみるか。俺もバウッテル作るか。最強の爆風。もう、空きがねえよ。これで終わったら、ただキャリーしてもらっただけだもんね。連れてってもらいましたで終わりだもん。ガン埋めしてるぐらいだから、どっかにいるんじゃねえか。あ、いたわ。そいつ多分、捕まえただけだよ。あ、でも特性は合ってるな。こんがりボディ。この技無効なんだ。あ、それでバウッツェルなんだ。で、ボディープレイス連打でいいのか。努力値振りが防御と特防、あ、全振りなんだ。防御値振りやるか、じゃあ。防御、パワーベルト、オフキムシ、タマンチュラ。なるほど。そうか、バウッツェル安定なんだ。ダメージ受けないっていいね。特性で炎を無効にして、防御2段階アップなので、あえて防御を振らずに炎を誘発して起動するというのはありかなと。なんか防御振らないっていうのも選択肢もあるやん。もう振っちゃった。防御いらないんじゃないっていう情報が来たところに防御振り合われるっていう。全く残念だね。まあいいけど。あ、防御振れてる。オッケー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 。じゃあ次は、特防振りますよ。降りてこいよ。降りてこねえのかよ。ああ、なったね。青色になったから、完璧に振り終わりました。これいらないな、これいらない。技 OK。で、レベル100。人生変えちゃう。人生っていう犬なんですけどね、こいつ。全部やないか。すごいな、ドーピング感半端ねえな、この。全部かよ。というわけで、育成終了。あーって行きますか、じゃあ皆さん。透明なところに犬が突撃してるように見える。さすがにこれ勝てるでしょ。これどう見ても勝てるだろ。これこれはいけるな。全く問題ない。確かに保険でボディープレイス増やすべきではあるか。確かに銃で足んない可能性あるから。これ横着したけど、確かにこれ銃でギリだね。技増やした方がいいな。これ間に合ってはいるけど、
そうだと足りないんじゃないかこれ多分。そうだと技 PP 足りないね。あ、勝った。あーよかった、俺の気持ちが晴れた。さあこれやっぱさ参加してる感ないじゃん。さっき俺最初腹張りに何もしなかったんだけどやっぱこれぐらいの何じゃないとやっぱ参加してる感がないんだよね。 ありがとうございました。あ、勝てたね、普通に勝てたね。今日はねかなり久しぶりに YouTube 側でやってたんですけどね、たまたま見に来てくれた人もいたので、どうしようかね、今後ずっと同時でやっていくかは なかなか運用的に悩んでるところではあるんですけど、まあよかったらまた見に来てください。チャンネル登録してない人もいると思うんで、よかったらチャンネル登録してってください。というわけで水爆風に捕まえられたし倒せたんで、今日はここまでにしようと思います。お疲れ様でした。じゃあまた次回ということで、一旦この配信は終わりにします。お疲れ様でした。バイバーイ。